ランドマークさん撮ります。今日の選曲のコンセプトは、はい、茅ヶ崎、地元の茅ヶ崎で、はい、有名なサザンオールスターズの曲をメインに、はい、ハーモニーを聴かせたいなと思ってやってきました。なるほど、素晴らしい。じゃあ次の質問に行きますね。はい、今日の演奏活動で皆様にお知らせしたいことはありますか？はい、ランドマークが、NHK のカルチャーセンターが閉鎖になって独立して、まだ新しく活動して始めたばっかりのグループなので、ぜひぜひ皆さんに、来ていただきたいな、一緒に、楽しいオカリナを、吹いてみんなと仲間を広げていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ参加してください、はい、皆さんね、これを聞いてらっしゃる方は本当に皆さん応募してくださるといいですね。はい、はい、お願いします。もう一つ質問いきますね、はい、その他で何かありますか？はい、ランドマークは今まで屋形船オカリナ交流会っていうのをずっとやってて、コロナで3年間休みだったんです。そして今年3年ぶりにそれを13回目になるんですけど、継続しますので。
Thank you.